チーム初の WE リーグカップ決勝の舞台に立つアルビレディースの選手たち。午前の練習でランニングの先頭に立ったのは、今シーズン加入したベテラン、川澄奈穂美選手。同期で新潟一筋18年目の上尾延恵選手と共にチームを引っ張ります。初のタイトル獲得に向けて、和やかな中にも心地よい緊張感が漂います。チームの雰囲気も非常に良くて、本当に球際のところとかもしっかり戦えてましたし、本当にあとは試合当日が楽しみです。新潟にタイトルをっていうところで戦って、悔いのない試合にしたいと思います。試合の中で、1本か2本か、決定機の決定機があると思うので、そこを止めて、チームの勝利に貢献するのはもちろんなんですけど、最近ラインがチームとして高くなっているので、そこの背後のカバーを、そこを見せれればなっていうふうに思います。午後からは決勝の相手、サンフレッチェ広島レジーナと両チームをオンラインで結び、合同記者会見が開かれました。広島からは金賀ゆかり選手が参加、エールを交換して意気込みを語りました。本当にタイトルが取りたいっていう強い思いがあるので、その思いを一人一人がピッチの上でサッカー選手としてしっかりと表現をして、必ず最後は勝って笑って終われるような、そんな決勝戦にしたいなというふうに思っています。 WE リーグカップ決勝戦は等々力陸上競技場で、あさって午後4時キックオフです。